覇王にアスレチッククリアしたら1000万、これはやるしかない、人生大逆転だ、ここがその会場か。お前は遠藤さん、なんでお前がここに。私が作ったアスレチック果たしてクリアできるかな。絶対にクリアしてやる。最初のアスレチックは、なんだこのアスレチックは、下に大砲みたいなのがあるな、そこから青鬼が出てきた、ポーンと上に上がったぞ、これをかわしながら先に進めってことかな。出てない間に次に渡ろう。さあまた出てくるんだろ、ほらほら出てきた、これがいなくなるのを待ってから次に渡る。結構簡単だったな。他の選手はうまく渡れてるかな。じいさんかよ、じいさんがアスレチックとか大丈夫か。青鬼が出てきたぞ、なんで出てきた時に飛んじゃうんだよ。ああ、ナイスタイミングで食べられちゃった。かわすとかじゃなく完全に食べられに行ってたもんな。他のじいさんはどうかな。出てきた後にジャンプしろよって自ら落ちてっちゃったよ。なんで足踏み外すかな、じいさんにアスレチック向いてねえよ。次のアスレチックは、なんだこれ、どうやって渡りゃいいんだよ。青鬼が舌を伸ばしてきたぞ、これがぐんぐん伸びて戻っていった。この舌に乗ってあっちに渡れってことか。また舌が伸びてきたぞ、この舌に飛び乗る、そして戻っていくときにジャンプして鼻につかまる、あとはこれを上に上がっていけばいいだけか。結構大変なアスレチックだったな。他の選手は大丈夫かって、ジジイにこれは無理じゃねえか。舌が伸びてきたぞ、これに飛び乗れ、あとは舌が戻るときにジャンプするんだって、そのまま食べられちゃった。やっぱりジジイにアスレチックは無理だよ。また次もジジイかよ。舌が伸びてきたぞ、飛び乗れ。さあこっから舌が戻るときにジャンプするんだぞって、舌だけ戻ってっちゃった、ジジイ落ちてっちゃった。乗れてなかったの、なんでこんなことになっちゃうかな。次のアスレチックは、なんだこれは、鼻に捕まって渡っていけばいいってことかな。この鼻を伝っていけばいいのかな。腕の力は必要だけども、頑張ればうまく渡っていけそうだ。なんとかクリアできたぞ。他の選手は大丈夫かなって、やっぱりジジイかよ。頑張って、鼻に捕まってるけどもプル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 してるよ。なかなか先に渡れないって、鼻折れた、こっからどうするんだよ。頑張って耐えてたけども力尽きて口の中にすっぽり、やっぱりジジイには無理だよ。次のアスレチックは、なんだこれ、どうやって渡りゃいいんだよ。舌とかが出てくるってわけでもないの、ジャンプして渡れないよ。もうこうなったら最後の手段だ、じいさんごめんな。じいさんを口の中に入れて、その間にトントーン、なんとかゴールできたぞ。じいさんごめんな、どうせあのじいさんには渡れないし、よかったと思おう。最後のアスレチックは、これに乗れっていうのか、危険な香りしかしないな。でもクリアのためだ、行くしかない。とんでもねえスピードが出てるよ、手離しちまいそうだ。しかもケツから火が出て、よりスピードアップ、怖すぎる。そしてこの先のレールがないぞ、どうなるんだ。このまま飛んでるぞ、向かってる先は青鬼の口だ、食べられちゃうよ。ジャンプして鼻に捕まる、青鬼が食べられていった。この上がゴールか、なんとかクリアすることができたぞ。クリアできたぞ、これで1000万は俺のものだ。カイジすまん、1000万っていうのは嘘だ。勘弁してくれよ遠藤さん。クリアしたら1000万円、これは挑戦するしかないな。よく来てくれましたねカイジくん。その声は誰だ。はじめまして、たけしです。子供かよ、こんなやつが1000万円持ってんのかな。私が作ったいろんな青鬼アスレチッククリアできますかね。絶対クリアして1000万円もらってやるぜ。最初のアスレチックは、いっぱい口青鬼だ。こいつがどんどん口を開けていくから、それをかわしながら渡っていけばいいのか。でも口以外を踏んでいけば食べられることはないから余裕だぜ。なんとかクリアすることができたぜ。他の挑戦者はどうだろう。ジジイかよ、ジジイにアスレチック無理だよ。普通に歩いて渡ろうとしている、口開いたらどうするんだよ。意外と開かずにどんどん渡れている、
クリアできるのか。ここで開いちゃった。さようなら。あとちょっとだったのに、やっぱりジジイには無理だよ。今度はババアかよ。ジジイとは違ってジャンプした。このばあさんなかなかやるな。これならクリアできそうだって鼻息で吹っ飛んでって口の中にゴールイン。ついてないな、もうちょっとだったのに。さあ次の青鬼はどんな青鬼だ。鼻投げ青鬼だ。この上を渡っていけばいいだけか。めちゃくちゃ簡単だぜ。あっという間にクリアだ。他の選手はどうかな。またジジイかよ。ジジイには無理だって。落ちないようにゆっくり歩いていくんだ。でも鼻曲がった。このままだと落ちてっちゃう。急げって、落ちちゃった。急がなきゃダメなのか。やっぱりジジイには無理だよ。今度はババアかよ。お前にも無理だよ。でも急いで走ってなんとか渡れそう。あともう少しって頭にぶつかるんかい。そして落ちてった。走るのに夢中でジャンプするの忘れちゃってるよ。これだから年寄りはね。さあ次はどんな青鬼だ。大きい口青鬼と波平青鬼だ。この髪の毛を掴んでいけばいいのかな。細いから掴むの大変だけども、それさえ気をつければ余裕だぜ。他の選手はどうかな。またまたババアかよ。ババアにはそんなの掴めないって。うまく掴んだ。これならいけるかもって、毛抜けた。落ちてって食べられちゃった。毛根弱すぎだよ。次はじいさんか。じいさんにも無理だよ。じいさんが育毛剤を波平青鬼にかけた。毛が増えた。これならすぐ抜けないねって。すぐ抜けるんかい。落ちていって食べられちゃった。カツラみたいになっちゃってたよ。次がいよいよラストステージか。最後はどんな青鬼だ。ケツだけ青鬼星人だ。これを踏んで渡っていくのかな。おならしやがった。おならを順番にしていってるぞ。このおならに乗って渡っていくのか。よし、タイミングを合わせて。おならに吹き飛ばされながら徐々に徐々に進んでいって、なんとかゴール。臭いけどもゴール。他の選手はどうだ。じいさん、じいさんもこれだったらいけるかもしれない。じいさんジャンプ。タイミングよくおならが出てきた。これで飛んでいけば渡れるぞって。なんで上に飛んだんだよ。落ちてってケツに食べられちゃった。なんで上に上がっちゃうかな。とりあえず俺だけがクリアだ。これで1000万は俺のものだ。すいません、1000万なんてお金ありません。やっぱりねえのかよ。その代わり1000万個のブルーベリーを差し上げます。そんなにいらねえよ。青鬼アスレチッククリアしたら1000万。これはやるしかない。これで人生一発逆転だ。ここが青鬼アスレチックの会場か。よく来てくれたわね、カイジ君。その声は誰だ。私よ。誰だよあんた。え、知らないの。青鬼に出てくるあの先生よ。メインのキャラでもねえし知らねえよ。そんなことよりクリアして1000万取ってやるから待ってろよ。まず最初のアスレチックはどんなのだ。なんか気持ち悪い青鬼だな。まずはこの口をジャンプで越えて、この目のところは大丈夫なのかな。普通に渡れたぞ。めちゃくちゃ簡単なアスレチックじゃねえかよ。他の選手たちはどうだ。じいさんかよ。じいさんにアスレチックは無理だろ。ジャンプしてそのまま口に入ってったよ。自ら食べられに行っちゃったよ。だからじいさんは無理なんだよ。次はばあさんかよ。ばあさんにも無理だろ。お、ジャンプして越えた。このばあさんなかなかやるな。あ、青鬼の目を踏んだぞ。痛がっている。そしたら目が飛び出した。吹っ飛んでばあさん口の中へゴールイン。目を踏んだらダメだったのか。知らずに踏むとこだった。危なかった。さあ次はどんなアスレチックだ。ただの鉄骨渡りかよ。こんなの普通に渡れちゃうよって。上からトゲトゲ青に落ちてきた。危ない。ギリギリかわせたよ。このアスレチック舐めてたら危ないな。さあ他の選手はどうだ。じいさんだ。じいさんがあれ避けれるわけないよって普通に避けちゃってるよ。でも勢いで鉄骨折れてじいさん落ちてった。かわしただけじゃダメだったのか。次の選手はまたばあさんかよ。
高齢者アスレチックか。ばあさん急いで渡っていくけど、前にトゲトゲ青に落ちちゃったよ。これじゃあ先進めないね。なんでばあさんだけ前なんだよ、かわいそうに。次のアスレチックは体激痩せ青鬼がいっぱい。優しく乗らないとバランスが悪いよ。でも気をつけて渡るだけでいいから楽勝だね。次の選手はやっぱりじいさんか。じいさんジャンプしてなんとかしがみついた。でもこの重さで体ガリガリ青鬼が折れた。そして崩れ落ちてそのままじいさん隣の青鬼の口の中へゴールイン。なんかピタゴラスイッチみたいな食べられ方だな。次がこれまた気持ち悪い青鬼だな。どうやって渡りゃいいんだよ。ジャンプしても届かなそうだし、一旦他の選手の様子を見てみよう。じいさんが思い切ってジャンプをしたけどもやっぱり届かない。あそこに捕まるっていうわけでもなさそうだな。じゃあどうすればいいんだろう。うわぁ急に捕まれた。このまま食べられるって反対側まで連れてきてくれた。こんなのアスレチックじゃねえじゃねえかよ。まあクリアできたからいいか。ここは年寄りでも捕まれてばいいだけだから楽勝だねって。ばあさんだけ食べられた。なんでだよ、熟女フェチなのかな。さあいよいよ最後のアスレチックだ。最後はシーソー兄弟青鬼とその上に乗る普通の青鬼か。怖いけど普通にシーソーやってみよう。普通の青鬼が上に上がって戻ってきて、そしてこっちが思いっきり飛んでいった。そのままゴール。めっちゃ簡単だな。これなら他の選手も大丈夫だろう。じいさんだってそこに乗れれば大丈夫だよ。青鬼が上に上がって戻ってきて、じいさん飛んでそのまま青鬼の口の中にゴールイン。なんでじいさんは食べられるようにできてんだよ。次はばあさんか。ばあさんはうまく飛んでくれよ。ってシーソー青鬼の顔の位置が逆になってる。そのままばあさん口の中に入ってっちゃった。なんで顔急に逆になってんだよ。とりあえず俺だけはクリアできたぞ。さあ1000万円払ってもらおうか。誰も1000万円だなんて言ってないじゃないの。1000万体よ。1000万体の青鬼プレゼントよ。そんなにいらねえよ。1体もいらないのに。なんだって、青鬼アスレチッククリアできたら1000万。これは挑戦するしかない。人生大逆転だ。ここが青鬼アスレチックの会場か。よく来てくれましたね、カイジさん。その声はたけし。私が作ったアスレチック、あなたにクリアできますかね。金のためにやってやるぜ。まず最初のアスレチックは眉毛長青鬼か。どうやって渡ればいいんだ。とりあえず眉毛に捕まってみよう。うわぁ落ちてきそうと思いきや反動で飛んでいった。反対側の眉毛に渡れたぞ。また反動を使ってゴールに来れたぞ。よかった。他の選手は大丈夫かな。うわぁジジイかよ。ジジイにアスレチックは無理だろう。ジジイがジャンプして眉毛に捕まった。反動を使って飛んでいった。なかなかやるなこのじいさん。もう一度反動を使って戻ってっちゃった。もうちょっとでゴールなのに何やってんだよ。離すタイミングが悪いんだよ。次こそうまくやれ。また戻ってっちゃった。何やってんだよ。何回戻んだよ。手離すタイミング間違って食べられてっちゃった。あとちょっとだったのにもったいない。次のコースはどんなコースだ。ただの鉄骨あたりか。こんなの簡単だよ。ん、上からなんか落ちてくる。うわぁ危ないな。ぶつかるとこだったよ。なんだったんだ。あれはカラス青鬼、カラス青鬼の糞かよ。危なかった。なんとかゴールできた。他の選手は大丈夫かな。またじいさんかよ。じいさんカラス青鬼の糞に気をつけろ。なんとかかわしていくけども挟まれちゃった。頑張ってジャンプで飛び越えるんだ。何もたもたしてんだよ。ああカラス青鬼が迫ってきて食べられちゃった。やっぱりじいさんには無理だよ。さあ次のアスレチックはどんなのかな。鼻毛青鬼だ。鼻毛長えな。この鼻毛に捕まりながらあっちへ渡っていくのか。こんなの楽勝だよ。他の選手はどうかな。じいさんが挑戦してるよ。絶対じいさんには無理だろう。じいさんが鼻毛に飛び移った。こっから
次へ渡れるか。なかなか先へ行けない。時間がかかっていたら鼻毛抜けちゃった。そして谷底へ。やっぱりじいさんには無理だよ。次はばあさんかい。ばあさんにも無理だろう。ばあさん鼻毛に飛び移って、また時間かかってるよ。次は鼻ごと取れちゃった。どんだけ鼻弱えんだよ。またじじいが挑戦すんのかよ。年寄りばっかりだな。なんなの、リハビリのコースとかなの。じいさんが鼻毛に飛びついて頑張って渡っていく。このじいさんなかなかやるな。でも顔ごと落ちていった。顔は取れたらダメでしょう。元気じじいだったのに運悪かったね。さあ最後のアスレチックはどんなのだ。なんか土管みたいなのがあるぞ。もしかして出てきたフラワーパック青鬼だ。口からブルーベリーを吐き出してきた。かわせ、危なかったな。引っ込んでるうちに渡っちゃおう。最後の難関を突破できたぞ。他の選手はどうかな。やっぱりじじいかよ。出てきたぞフラワーパック青鬼。ブルーベリーを吐き出したぞ。かわせってそのまま落ちちゃうんかい。高齢者の参加は認めちゃいけないぜ。今度はババアかよ。どうせダメなんでしょ。でもフラワーパック青鬼が出てこない。今のうちだって。結局出てきた。食べられちゃった。お年寄りはパチンコ屋でゆっくりと海物語やってんのがいいよ。まあ他の人はどうでもいいや。とりあえずクリアしたから1000万円出してもらうぞ。1000万円なんて子供が持ってるわけないじゃないですか。でも次回もまた挑戦してくださいね。絶対に嫌だわ。なんだって、青鬼アスレチッククリアできたら1000万。これは挑戦するしかない。人生大逆転だ。ここが青鬼アスレチックの会場か。よく来てくれましたねカイジさん。その声はまたヒロシかよ。私が作った今度のアスレチックはクリアできますかね。いやいや、クリアしてもどうせ1000万もらえないんでしょ。はい、もらえないですよ。堂々ともらえないって言いやがった。もらえなくてもあなたはやる、そういう人だ。わざわざ来たわけだしやるか。では最初のアスレチックはどんなアスレチックだ。ハゲ青鬼だ。この上を渡っていくってことか。これくらいは簡単だぜ。でもツルツル頭が滑る。気をつけないと。この尖ってるやつもツルツルして危ない。でもなんとかクリアすることができたぞ。他の選手は大丈夫かな。じいさんかよ。じいさんにアスレチックは無理だろう。じいさんがジャンプして上に乗ったけどツルンと落ちていった。やっぱり無理だったじゃねえかよ。今度はばあさんか。ばあさんにも無理だろう。やっぱりツルンと落ちてった。じいさんばあさんには無理だよ。それなのにじいさんばあさんがどんどん挑戦していってどんどん落ちていく。正直クリアする気がないだろう。でもこのじいさんは耐えた。すごいな。次のハゲに捕まってツルンと滑って落ちてった。結局じいさんには無理だったか。次はどんなアスレチックだ。次はしゃくれ青鬼か。しゃくれすぎだろう。前の人に顎めっちゃ当たるよ。これは顎に捕まって渡っていけばいいのか。これも結構簡単だな。他の選手は大丈夫かな。またばあさんかよ。1000万取られたくないからじいさんばあさんしか誘ってねえのかな。ばあさんが思いっきりジャンプ。すごいジャンプするな。顎の上に立った。でもバランスを崩して落ちてっちゃった。そのまま口の中へゴールイン。なんで顎の上に立っちゃったかな。次はじいさんか。じいさん顎に捕まった。すると顎が伸びていった。顎が伸びるってどういうことだよ。そしてじいさん上から落ちてきて、そのまま口の中へゴールイン。どんどん食べられていっちゃってるな。次はどんな青鬼だ。顔でっかくて頭に鼻ついてる青鬼かって、名前長えな。こんなの普通に上を歩いていけばいいだけじゃないの。めちゃくちゃ簡単だったよ。これならじいさんばあさんでも大丈夫だろう。頑張れじいさん。顔の上をどんどん歩いていったら鼻から空気が飛び出した。吹き飛ばされて
細い隙間に落ちていった。よくそんな狭いところに落ちていったな。逆に1000万あげてもいいくらいの奇跡だよ。次はばあさんが挑戦か。鼻息で飛ばされないように注意しろよ。ばあさん、鼻息が出ないように鼻の穴を足で塞いだと思ったら吸い込まれていった。こいつ鼻から人を食うのかよ。次がいよいよ最後のステージか。最後はめちゃくちゃ普通の青鬼だ。こんなのが最後のでいいのかよ。うわぁ、バラバラになった。バラバラ青鬼だった。この動きを読んで頭に乗る。そして乗ったまんまあっちまで運んでくれたよ。最後めっちゃ楽ちんじゃねえかよ。こんなんでクリアでいいのかよ。これだったらじいさんばあさんでもいけるかも。じいさん頭の上に乗ればいいだけだ、頑張れって。タイミングずれてるよ。目のとこに弾かれて落ちてっちゃったよ。何やってんだよ。次はばあさんか。タイミング合わせてジャンプするんだ。いいぞ。でもジャンプ力なくて鼻のとこに乗っちゃった。でもあっちまで運んでくれると思いきや目のところが戻ってきて落とされて食べられちゃった。あとちょっとだったのにもったいない。まあ他の選手はどうでもいいや。とりあえずクリアしたぞヒロシ。まさかクリアされるなんて。これで1000万だって。そうだ、1000万ないんだった。何のためにクリアしたんだよ。次こそは絶対クリアできないアスレチック作ってやる。もう二度とやんねえよ。なんだって、青にアスレチッククリアできたら1000万。これはやるしかない。これで人生大逆転だ。ここがアスレチック会場か。また来てくれたんですね、カイジさん。その声はまさか、やっぱりヒロシ。僕の作った新しいアスレチッククリアできますかね。でもクリアしても1000万もらえないんだろ。当たり前じゃないですか。開き直ってるよ完全に。でもカイジさんはやりたくて仕方ないはずだ。わざわざ来たわけだしやって帰るか。最初のアスレチックはどんなのだ。なんだ、普通の鉄骨あたりじゃないか。下に水もあるし落ちても大丈夫じゃないか。なんか出てきたぞ。これはマリオに出てくる魚青鬼。危ない。なんとか避けれたぞ。危なく食べられるとこだったし、落ちたら危ない危険なアスレチックだな。他の選手は大丈夫かなって。じいさんかよ。じいさんにアスレチックは無理だよ。下から魚が飛んでくるから気をつけろよじいさんって。気をつける前に足滑らして落ちてったよ。そこ魚青に食べられちゃった。やっぱりじいさんには無理だよ。次はばあさんかよ。ばあさんにも無理だろ。ばあさんも足滑らして落ちるのかよ。ばあさんも食べられちゃったよ。体動かしたいならパークゴルフしとけよ。次から次へとじいさんばあさんが落ちて食べられていくよ。もうやめとけよ。さっきから何見せられてんだよ。おっと、このじいさんは落ちずに歩いてるぞ。魚出てきた。こっからが本番だ。逃げろじいさん。おお、魚の顔面殴ってやっつけた。このじいさん強すぎだな。こんなじいさんいるんだなって。足滑らして落ちるんかい。結局落ちるんかい。そのまま沈んでっちゃったよ。このじいさんが強いんじゃなくてあの魚が弱かったのかな。さあ続いてのアスレチックはどんなのだ。これはイカアオウニかな。これはどうやって渡っていくんだ。あ、炭を吐いた。炭っていうかブルーベリージュースだ。このブルーベリージュースに乗ってあっちまで行くのか。タイミング合わせてジャンプ。よし、乗れたぞ。うまい具合に流れてあっちまで行けたって。頭打っちゃった。何もせずにゴールしちゃったよ。何なんだこのアスレチックは。これなら他の選手も大丈夫だろ。じいさんだって大丈夫だ。うまくブルーベリーに乗ったぞ。これでもうゴール確定だって。何ふわふわしてんだよ、先に進めよって。ブルーベリーが切れて落ちちゃったよ。ナイス着地。こっから自力で渡っていくって。なんでその間に落ちちゃうかな。簡単なアスレチックだったのに残念だな。続いてばあさんか。ばあさん頑張れ。ジャンプしたけどタイミング合ってなくてブルーベリー出てきてないじゃん。そのまま食べられちゃった。こんな簡単なのクリアできないし、ジジババには無理だよ。さあ続いてのアスレチックはどんなのだ。今度はカメか。
この亀に乗ってどうすりゃいいんだって運んでくれたよ。どこがアスレチックなんだよ。乗るだけでいいんだからじいさんにも大丈夫だろう。これでゴール確定だ。よかったねじいさんって食べられちゃった。なんでじいさんは食べられるんだよ。じいさんって美味しいのか。今度はばあさんか。あれ、さっきまでの亀と違う。この亀はばあさん乗っちゃダメだ。踏んづけたら甲羅になっちゃった。そのまま沈んでっちゃった。なんで急にのこのこ青鬼になったんだよ。いよいよ次が最後のアスレチックか。なんだこのアスレチックは、泳いでいくのかな。なんか出てきたぞ。絶対カッパだよ。でも渡っていくか。意外と普通に渡れるなって。急に出てきたよ。怖え。逃げろ。リズムよく渡っていってたら食べられるところだったよ。危なかった。これはちょっと難しいぞ。大丈夫か。じいさんには無理な気がするけども頑張れって。急に出てきた。そのまま食べられちゃった。これはじいさんじゃなくとも無理だよ。明らかにじいさんを食べようとしてるよ。続いてばあさんか。ばあさん頑張れ。ばあさん膝から着地。そのせいで皿割れちゃった。そのまま沈んでっちゃった。カッパの皿割っちゃダメだよ。まあ他の選手はどうでもいいか。自分がクリアできたし。まさかまたクリアされるなんて。クリアしたけど1000万もらえないから何のためにやったかわからんけどね。次こそは絶対クリアできないアスレチック作りますよ。もうやらねえよ。チャッ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 チャ